ツーニングが難かった、まあ、状況が浮かびづらい。新しいイギリス人女性が早いね。どうやって勉強していけばいいんだよって悩んでる皆さんに、 Mr. Ham manages his son X。 どうで始まりました、マティスチャンネル。さあ受けてきました、3月20日第290回トイック公開テストになりますね、午前の分になるんですけども、感想を述べたいかなと思いますね。いやーね、リスニングが難かった、これがすごく感じたことですね。今回はリーディングよりもリスニングが難しかった、こういう回ってあんまないんですけど、手こずりましたね。じゃあそれぞれのねパートの公表していきたいんですけども、まずPart 1が1も難かったね。ってなりましたね。この表現で合ってんのかな、こっちも合ってそうに聞こえるなっていうので非常に悩みましたね。受けてるフォームって複数ありますので、全く同じ問題になってるとは限らないんで注意してください。続いて Part 2、 めっちゃ難かったね。 Part 2はもうここ最近の中で一番難しかったと思いますね。いわゆる遠回しな表現、直接的に言わないっていうののレベルが高かった。今回はしかもそれがね連チャンで出てきたんですよ。20何番のとこかな、なんか3連続で出てきて、うわむずって思って、でまた1個挟んでまた変化球来て、うわむずいよって超絶苦戦しました。いやなかなか今回のは大変だった。で Part 3,4 も難かったね、それぞれ1セット1問ずつかな、なんだこれっていうのがありました。やっぱ状況が浮かびづらい、どういう場面なんだろうこれっていうのが Part 3にも Part 4にも出てたっていう感じですね。だからややなんかな、厄介だった。だから全てのパートであれこれ合ってるかなってなったのは超久しぶりですね。いやかなり難易度が高かったんだと思います。であとすごい感じたのは、新しいイギリス人女性が早いね。スピードかなり速く読むので、そこで苦戦した人も多いだろうなっていう印象でした。それに対してリーディングの方が、まあ難易度を下げてたのかなって思いますね。調整してんのかなとちょっと思いましたけど、まあそんなことないのかもしれませんが、Part 5はまあ普通としておきますね。いわゆる難しい表現が今回は少なかったです。難しい表現ではなく、簡単な表現なんだけれども、どれが入るんだろうって悩んでしまうような問題がありましたね。時制の問題なんかは、こんなの問われるんだって、ね、新しいパターンとかも出てましたし、語彙の問題でも簡単な語彙なんだけども、あ、この単語来てるからこれが正解だっつってパッて選っちゃうと間違っちゃうっていう感じでした。Part 6もそうですね。難しい表現はないんだけれども悩むところがあるって感じでしたね。特にやっぱ文章を入れる問題かな。そして Part 7、これはいつもよりはやりやすかったけども、やっぱ場面が浮かばないとかなり大変っていう感じでしたね。チャットとかも一体どういう状況でこの会話してんだろうっていう風に分からないといけないのがありましたね。ここはきついなと思った。どういう場面が出てくるのか、どういった表現が出てくるのかっていうのは覚えとかなきゃいけないなっていう印象ですね。これきちんとやっぱ対策していかないとトイックってきつい試験だなと思いますね。どうやって勉強していけばいいんだよって悩んでる、そんな皆さんにおすすめなのが Stutter です。AI を使って学ぶアプリケーションですので、自分の実力が分かって自分に合った学習項目を出してくれる、まあめちゃくちゃ問題数がいっぱいあるので、ぜひ皆さんもですね、予想スコア何点取れるのか試してみてください。目標スコアじゃあ900点ぐらいにしましょうか。満点取ってるんですけど、ちょっとまあじゃあレベルテストをまずやってみたいと思いますね。リスニングありのやつです。 The house will undergo extensive renovations。 名刺が必要ですね。 That is impossible for himTo win the contest. The company chose the location for the new factory. That is the oldest building in the city. His idea was accepted. Manager economics request on the database can be used to search for articles. Kind of all recording studio will remain closed until winter. The heavy snow.Which fell in Vancouver last night. A number of commuters dislocated. 今選ばなかったよね。 Cell phones produced by GoMo Electricity Normally. 今レスラット選んじゃったよね。 Can you hear my voice? Where can I buy a concert ticket? A. I usually get them online. B. I was ticketed for speeding. C. With a personal check. 違反しちゃったんだね。あ、予想スコア855。間違っちゃったよ。失敗したな。
構造67になってるから。やっちゃったな。おすすめ学習しましょう。じゃあ何やるんだろう。英単語ちょっとやってみましょうか。高得点挑戦単語、英単語暗記。ホールディングしてます。はい。Responsibility 責任。あ、そう、これね、音も Responsibility Shipping costs are the sole responsibility of customers なんていう風に言ってますね。 Accessible、 はい、アクセスできる。 Desirable、 はい、望ましい。 Restrict、 制限する。 Storage、 ね、保管するところ。 Substitute、 あ、ちょっとわからないもやってみますね。はい、これどうなるのかっていうの。そう、タイムオーバーとかなりますね。代わり、accordingly、じゃあこれもわかりませんにしてみますね。Respect、それぞれのですね。Draft、で、こうわからない単語を復習ですね。知らなかったやつを復習。で、スタイルをどうやって勉強しますかっていうのを選び、Respect、はい、覚えました。それの substitute、代わりの人ですね。で、問題に行きます。はい、そうするとこれに合った問題を選んでくれます。We'll be holding interviews for the position of sales director this afternoon. Vacant position, 空いてる職。単語とか解説とか詳しく出てくれてますね。So、Mr. Ham manages his time expertly through the... はい、じゃあちょっと間違えてみますね。あ、間違えちゃったっていう風なんですね。で、delegation っていうのは何かこう任したりするやつです。Following the established rule 既存のルート The desirable neighborhood No restricted access これでどうなんだろう。875、予測スコアが20点アップしましたね。で、文法問題 In charge お、パート6 It comes in close And for because most householdCleaners are too harsh for this subject. That's why we've developed it. はい、これは全問正解しました。やったね。This is open. It's perfectly suited. よくあると言って。全問正解ですね。お、915点に上がりました。どっかに見る？大変そうだな。Why was the article written? We would like to offer our sincere recommendation to Walter Ellison, who will assume the role of sales director starting from next month. To introduce the CEO, じゃない to for job position change to CEO. 説明が済んでの4と。はい、正解しました。小テストなんていうのがあるんだ。Another applicant by applying for Describe a comprehensive plan Outstanding services という形でこうやって、あ、855だったのが920に上がりましたね。うん、で、おすすめの学習で次のステップに進めると。で、講義もあるんですよね、これね。920まで上がりました。単語の勉強をできると。基本だったり、リスニングとか必須。すごいいろんなものありますね。で、選択学習といって、模試ですね。フル、ハーフ、ミニ。まあ、無料の段階でミニはできますし、問題演習もね、いっぱい基礎、実践、リスニング、実践、リーディング。まあ、問題数が多い。そして、講義が実はあるんですよ、これ。中級リスニングとか。例えば、グラフィック問題。今回はグラフィック問題について見てみましょう。グラフィック問題とは、さまざまな視覚情報、表、グラフ、文書などを手がかりに解く問題を指します。グラフィック問題では、視覚情報とともに必ず Look at the graphic という表現が登場します。こんな感じで講義で教えてくれるんですよ。こういう風にきちんと、こういう問題ですよっていうね、字でも説明してくれます。はい、といった形で、まあ、とにかく問題量が多いです。そして AI が分析してくれますので、まあ、僕は問題こうやり続ければまたこの予想スコアはどん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 上がっていくでしょうし、間違っていけば予想スコアはどん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 下がっていくっていう形になりますので、まあ、やればやるほど正確に自分の実力を分かることができます。 TOEIC の実際の問題を分析して作ってあるっていうのが分かりますね。同じようなポイントがいっぱい出てますんで、参考にして
やってもらえればいいんじゃないかなと思いますね。本当分析もすごいですからね。予測スコア、スキルとか、パート別の実力とかですね。苦手な項目、リスニングのアクセント分析とかまでやってますね。すごっ。で、回答時間の分析まである。パート5がだいたい7秒ぐらい。パート6がだいたい17秒。パート7が42秒ぐらいで解いてます。すごいね。はい、こんな感じで非常に役立つアプリになっておりますので、ぜひぜひ使ってみてください。サンタは概要欄からダウンロードしてください。ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.